田介極意の抹殺者小悪党バカにしてやがる隠れ家で俊介はつぶやいていた本名の根本留八を隠して張り木の席になってからもう五年ほど経っている ずにやってしくををももらい、1ヶ月も経たたれまの篠田とは一緒に強盗殺人をやって宝石類をしこたま手に入れたじかにして1000万ほどと新聞は書き立てた「密輸入した宝石だからもっとあったかもしれない」 まだ年は取り出せねえぜそれからら足がつくからな2人はこう言って山の中にその石を隠し上手に逃げ回ったつもりだったが別な殺人から足がついて2人は逮捕された手口から見て宝石泥棒も篠田根本と目をつけられ警察で相当痛めつけられたが2人とも頑張り通した根本は初犯で10年をもらい 篠田は3つ目だったので、15年後食った。網走の刑務所で。どんなことがあったって。宝石のことは言っちゃいけねえぜ。てめえは早く出るんだから、風の噂に。でもあの山に入ったと知ったらただ。ではおかねえぜ。刑務所の工場で看守の目を盗んでは、篠田は根元に耳打ちした。 分かってるよ。そんなことはするもんかいその都度根本は福太郎にきっぱり言った本当に留八も元はそんな気でいた東洋のカポネと言われていた篠田福太郎は関西きってのいい顔であった根本と一緒でやった事件は宝石商殺しと三国人殺しの2つだが 篠田はギャング仲間を何人自分の手にかけたり古文に殺させたりしたか数知れなかったそれも逮捕と一緒に締め上げられたが上手に証拠を消してしまっていたし金で動いた弁護士の力も加わってただ三国人殺しで15年を食った俺は無所に入るが俺のために命もいらねえって男が1ダースや2ダースは顔を並べているんだ 忘れるなよ出獄が近くなって根本は篠田に連合された大丈夫ってことよ <laughs> 俺だって命は惜しいわなお前さんだって俺を出し抜いて子分たちにあの山に入らせちゃ俺は恨むぜ篠田だっておとなしくしていれば10年くらいで出られる中での成績が良ければまだ早いかもしれない 根本はそれを待っていてあの宝石を山分けし上手に外国人にでもこかそうとその時は心からそう思っていたものであっただが半分ほどの刑期で社会に出た途端彼の考えは変わった刑務所の農場や工場で働いた賞与金の1万8000円ばかりはシャバではもののふき月とは持たなかった2人で隠した宝石が 彼を誘惑した。彼はそれに手をつけたのである、ええ、毒食わばっささ。らまで初めはビクビク者だった昇進の根本留八も生活には勝てず前科を背負っては就職のともありゃしなかった太く短くだだが篠田福太郎の復讐は いかかにも怖かった人殺しなんかへとも思わない残忍な福太郎であったからだどうしたらいいどうしたらあの蛇のような執念の福太郎の目から逃れることができる留八は必死になって考え続けた「おいおいらが出たらすぐお前のところへ行ってそして宝石を山分けにしようぜ」 と言っていた福太郎が来たら命のないことは目に見えるようである留八は考えた末根本留八を抹殺することにしたのである抹殺するったって身代わりの死体を転がすなんて芸当は小悪党の留八にはできなかった根本留八はその小悪党なりにうまいことを考えた敗戦後 カラフト町の戸籍簿の整理のできていないのに目をつけたいやできているかもしれない留八が若い頃2年ばかり樺太の国境で自動車運転手をやっていたのでそう思っただけである新しい戸籍を作ってやれ乱暴には違いないが留八はそれをやってのけたのである樺太で一緒になった男に張木四郎という男がいて 不当何かのことでおいらの兄貴は転換持ちで兵隊検査の時家を出たきり帰ってこないからふとに生きているらしいがもう死んでいるかもしれないと言ったのを留八は小耳に挟んでいたよしこの張木の兄になってやれ張木の本籍は北海道のアブ郡猿サと聞いている 役場に戸籍謄本を請求すると四郎も戦争に行って死に両親も亡くなって当の俊介だけが戸籍面に残っていたさらに紹介すると俊介は十七年前に家を出たきり一度も田舎に帰っていないとの返事だったしめこのうさ,うさ,さそして根本留八は張木俊介になって 大塚初子のところへ入り込んだ大塚家には息子が一人いたのだが10年前に死んで初子が一人息子の進むを抱いて後家でいた相続人の子供がいるので初子は他家へ行けない俊介も張り木の相続人なので達成になることはできない入り婿の形だが内縁の妻であっただから留八は 大塚俊介と名乗っていた。選挙や公的の書類には張り切だがもう大塚俊介根本留八と知っているものは誰もいないはずなのだそこへ妙な手紙を受け取った紫の版お元気のことと思います。 会いたいと思いますが、なにしろ不自由な体。もう少しの辛抱と存じます。ただ、産業。はがきいっぱいに大きく書きなぐってある。馬鹿にしてやがる。と根本とめはちの大塚俊介は朝の食卓で、それを読むとぽいと常差しに放り込んだものだった。 大塚初子の家は世田谷の隅っこで時計商の店を出していた主人が死んだから登園の万蔵という中年の男が通い番頭で来てくれていたし修理の職人もいて生活には困っていなかった大塚初子の子供は小学校の6年になっていた俊介は千葉の山からあの宝石を掘り出すと小さいものは店に並べ めぼしいものは位置に出したりつてを求めて外人のバイヤーに売ったりしていたもともと宝石商と言っていたから妻の初子も怪しみはしなかったしちょっと口が利けたのでいつとはなしに組合の中でもいい顔になっていた宝石商と触れ込んだ手前その方の勉強もしたし習うより慣れろで俊介も少しは宝石の目利きもできた。 館内で盗難があったりその犯人が捕まったりすると警察でもよく俊介に目利きを頼んだ警察の旦那衆にも一発の顔利きでもあった刑事が用で来たりすると下にも置かない扱いをする彼も行ける口だし街で会ったりすると小料理屋へ引っ張り込んでご馳走してやったりする俊介はもう自分の過去を忘れかけていた そこへこんなハガキが舞い込んだのだ息子の進むは学校へ行った後だし修理の職人は店の掃除だった差し向かいで朝の食事が済んで店から職人の持ってきた34通の郵便物の中にこの一通が混じっていたのである差出人は樫本明治とありもちろん俊介の知らない男である 読み差しの新聞をつかんで店の帳場に座ったがふとさっきのハガキが何かしら気になった住所も前橋市総保分田309とあってこれも俊介の知らないところであるおいねえと俊介は勝手にいる妻の初子を呼んだ何です今朝来た郵便の中の。中 はがきを取ってくれ。勝手元から今を抜けてくる。初子の足音に俊介は声をかけた。これですの？まだ十分若さの残っている初子は濡れた手で、そのハガキの端っこをつまむようにして持ってきた。お前さん、樫本ってこの人を知っている。俊介はそのハガキを初子に見せながら聞いた。いいえ。 この前橋の所番地はなんて読むんかな？そうね。初子も首をかしげて俊介の手元のハガキを覗きながら。なんて読むんだか知らないけど、そんなところに知った人はいないわ。初子の生まれは熊本で俊介は越後。彼は一度も前橋なんて言ったこともない。元いた？職人でもないかな さあ万蔵さんにでも聞いてみましょうかもう来るでしょうでも宛名はお前さんになってるんでしょうあ俺にだがさあんたの前の色の兄さんなんかでないの初子は笑いながら言って表のガラス戸に雑巾をかけている職人を目で追ったバカを言うない ならいいけどそう言って何の屈託もなさそうに初子はまた勝手元に戻っていった俺の名前を知ってるやつだからなその名前だって店の横の大きな札に「古物商」これは初子の名義になっているがその横にちゃんと彼の名前が出ているバカにしやがる。 ともう一度言って俊介はそのハガキから離れたそれっきり俊介は仕事にかまけて忘れてしまった一週間が何事もなく過ぎる昼の組合の寄り合いから帰って俊介は少し酒も入っていたし早く床に入ろうと思った子供の進むはテレビにかじりついている妻の初子は風呂に行っていた 店には万蔵と修理の職人がラジオをかけながら仕事をしていた時間はまだ9時になっていなかった一人で着替えして奥の間に入ると机の上に56通の郵便物が載っている手に取ってバラバラと一つ一つ目を通して机の上に落としていくと俊介はドキンとして落とす手を止めた前と同じ首席で 同じ差出人で、同じ住所のはがきがあったからである文句もそっくりそのままであったそれより俊介は嫌なものを見たのであった大きく書いた字の余白に薄紫ンキで小さなゴム印らしいものが押してあった俊介の顔からさっと血の毛がうせていった「剣越の印なのだ」 どこで誰が今郵便物を検閲するところは日本では刑務所しかないのである俊介は6年前のあの嫌な刑務所内の匂いをまざまざと思い出した鉄格子のはまった窓窓厚さ5寸もある小さな覗き窓にある柏の扉なめたようにピカピカ光っている棒の板の間 その上に切り口を揃えた紙のようにきちんと置かれた浅葱色のヤグ枕のカバーだけが染み一つない真っ白さだった二尺四方の便器のあるくぼみその周期教育用と言ってはいるがまだまだある懲役的な罰則俊介は思い出して身震いした アサギの襟なしシャツの胸に日本字で書かれた1536の数字背には○に「P」と刑務所を意味するローマ字のスタンプが押されている運動不足であおんぶくれになった囚人の群れ卑屈な眼差し。それがかつての彼自身の姿だったのだ 該当者なし。本明治なんて言ってるがこれは篠田福太郎なんだ俊介の根本留八はまんじりともしなかった初子が帰ってきて店をしまい買っても終わって俊介の横に床を述べたが俊介は寝たふりを装っていた彼は伝統を消した闇の中で目をパッチリと開き 柏本明治が篠田福太郎であるに違いないとしてどうして刑務所の中で偽名なんかできるか薄気味悪かった厳重な検閲があるのだから暗号も偽名も許されない通信の回数も制限されていてやたらに出すことはできない大きな刑務所では発信日は決められていて一度に何千通もの封書はがきが差し出される それを担当の看守が見それから保安で検閲される G1 つ A1 つ見落とすことはないそれがどうして偽名で出されたのだろうそれとも樫本明治という囚人が実際にいてそれの名前を使って書いたものだろうかそれだって不可能な気がした長い契機になると看守はその字の癖まで知っている 中には字が書けない者がいてこの時は許可を得て代筆を頼むだが篠田福太郎は達筆な男だった変名や題名で通信することはもちろん許されないおいお前の名前でこいつにハガキを出してくれと篠田が頼んだかもしれないそれならできないこともないこの場合だって 一つ一つ身分帳の文面にその要領が記入され友人でも親類でも用のない通信は許されないことになっているそれから次に今の俺の名前を知っているのが不思議だ俊介は考えるあの子分の多くいた福太郎のことだから今の俊介を探し当てたかもしれないそれにしてもあんなまだるっこい手段を取るより 直接その子分をよこして拉致を開けたら一発ではないか俊介は考え悩んだ夜は明けていたまず福太郎の居所を探すことだ俊介はそう決心したおやあんた目が真っ赤よ朝起きてきた彼に妻の初子が言ったうん 寝不足だ。薬でも飲めばよかったのにおうと言ったきり俊介は黙ってしまったこんな無愛想なことのない俊介だった「あれ?」という表情を一瞬見せたが初子は何も言わなかった俊介は食卓の上に好物の魚を並べられたが食欲もまるっきりなかった 病気じゃないのああ俊介は行ったきり箸を置き岩に入った少し横になる。上の羽織を脱いだきり俊介は来たままでヤグの中に潜り込んだどうすればいい福太郎だとすれば命はないやつのことだから千葉の山の中のことはもう分かっていての脅迫に違いない。 これが恐ろしかった篠田福太郎とちゃんと明記していないだけそれだけ俊介には薄気味悪かったどんなトリックがそこにあるかもしれない気がしたケーキを食ってみると福太郎もそろそろ仮釈放される時期であるもう一度姿を消すかとんでもない 俊介は思った。それほど今の生活は何の屈託もない楽しい平和な生活だった戦争からこっち俊介は心の休まる人ではなかったのである小さな田舎の貧乏な百姓の子せがれに生まれて彼は苦労の指導士だったそれがちょっと足を入れた担ぎ屋から篠田たちに引っ張り込まれて 人殺しという大それたことまでしてしまったのである彼は10年の刑を5年半で終わり4年半の仮出獄をもらったこれはあくまで仮出獄であって刑の終了ではないその刑の終わるまで事故を起こしたり失踪したりするとその時から仮出獄は停止され5年後10年後にでも居所がわかると停止されてからの刑期俊介の場合は 出獄して半年もたたずに保護司のところから行方をくらましたのだからあと4年再びあの暗い刑務所に戻って服役しなければならないのだこのケンプの家具も英国製の型のいい洋服も畳の上の住まい食べたい時に食べ寝たい時に寝、ね、好きなものを見聞きし好きな酒も随時に飲むことができるこの自由な生活も 丁にして煙のように消し飛んでしまうのだ俊介には目の前が暗くなる思いだった命を狙われていても刑務所の中くらい安全なところはないと言ってさらに4年の囚人勤めを俺にせよというのか俊介は生きている空はなかったなんとかしなければならない。 俊介はやっぱり篠田の住所を知ることが第一番だと思った前橋から洗ってみることだ。俊介は昼頃起きた久しぶりで映画にでにも行ってくる。彼は勤めて笑顔を作って家を出た俊介は前橋の双方分娩というところを知らない出がけに子供の机によって地図を開いてみたが それでは刑務所のあるかないかはわからない古い百科事典を引っ張り出してみると前橋市の市街地が載っていて西南に真四角な刑務所の所在地が分かったがそれが双方分電かどうかわからなかった私鉄を新宿で降りて電話局で群馬県の熱い電話帳を借りる前橋市を開いて刑務所のところを見ると町名と番地があった 双方分殿309完全にあのハガキは前橋市の刑務所から出されたものに違いなかった俊介は重い足取りで家に帰った俊介は貸子元にはがきを出してみようと思った一度囚人であったものから収容者への通信は禁じられているが幸い 大塚俊介としての彼の前身は知られていない会いに行けば一番いいのだが今の自分の身分では危ないどこに見知っているやつがいるかもしれないからである刑務官というものは日本全国どこの刑務所にでも転勤していく北海道の網走で一緒になった看守が前橋にいないとも限らない仮釈の停止を送っていなければ何でもないが うっかりしているる。とそのまま逮捕される俊介はなるべく筆跡を隠してハガキを書いた「ご書簡二通排除いたしましたが機械のお名前には心覚えがございません」「何のご用か存じませんがご用件をおっしゃっていただきたく存じます」「大塚俊介はい」俊介は自分で投函した。 俊介は元来商人には似合わずハガキや手紙を書く男である全身を隠しているのだから古い一木はないが旅行に行っては世話になった宿屋に世話になった友人たちに必ず令状を出すのが常だった旅に出ると絵はがきに一筆書いて家の者たちや友人たちによく出した子供の進むが切手を集めているのでそれに引きずられたか 俊介も記念切手を買ってきてはそれをよく郵便に使っていた珍しい切手のお便りありがたくなんていう返事が来ると俊介はうれしくてならなかったなるほどそういえば最近出た大ぶりの浮世絵切手など封筒に使う人はめったになかっただがその彼の前橋に出した葉書はがきは1週間ばかりして 当初には該当者がありませんの付箋がつけられて帰ってきた店頭に彼がいた時投げ込まれたので人の目にはつかなかったが俊介は一瞬ドキンとしたまさか変装されるとは思っていなかったそれが大きな前橋刑務所という守肉院を押した付箋がついて帰ってきたのだからああ誰の目にも触れずによかった。 俊介は安堵の胸をなで下ろしたものだったがそれだけにまた疑惑が雲のように湧いてきた脱獄俊介は次に復讐の鬼篠田福太郎が前橋にいるかどうか確かめることだと思ったそして篠田がまだそこにいたなら 自分のことをひそかに話しあの宝石を半分返すということをそれとなく言ってやることだと思った幸い宝石はまだ3分の1も手をつけていない頭を下げて謝ったら許してくれないものでもないあの山が売れそうになって何かの工事が始まると聞いたもんだからね慌てて掘り出したのさもし発見されちゃアブハちだからね 俊介はそう弁解するつもりだった。ね、保管しておくつもりだったが、つい生活が苦しくなってね、手をつけたんですよ。ほんのちょっぴり。こうも言ってみるつもりだった。要は宝石のことに違いないのだから、半分の取りまえを三分の二乗やったら許してくれるだろう。と俊介は思ってみたりした。 俊介は篠田福太郎宛てに手紙を書いたそれは当たり障りのないものだった差出人の住所には店を書かなかったそれを投函してから行きつけの小料理屋にこんな頼みをしたおい女将僕宛ての手紙が来るかもしれないよそしたら取っておいてくれろあらお安くないわねこれ おは小指を出したがっかり残念でした来たら中身を出してみせるよ3日たった返事は来なかった5日たったやっぱり来なかった発信の回数は制限されているし発信日も定められている10日待った だが来なかった20日ひとつき待ったそれでも返事がなかった不安が再び津波のように俊介を襲ってきた篠田のような日本でも有名な囚人になるとよく刑務所から刑務所へ移送される篠田は元は神戸の刑務所だったがそれから大阪千葉秋田と移されて 偶然にも俊介のいた網走に送られてきたものだっただから彼が前橋に来ているのも不思議がないその確認のために出した手紙だがどうしたものかそれは言ったきりで返事はなかった戻ってこないということは本人の手に渡ったことに違いないのだがひとつきたっても何の音沙汰もないことが俊介をひどく不安にさせたもう一度出してみようかと思った 遠く離れた網走と違って前橋は目と鼻の間であるどんなことで昔の子分たちと連絡が取れているかもしれないそれに福太郎は「おいらはこんなところを出ようと思えばわけなしさ釘一本あれば抜けてみせる」とよく言っていたものだったやる気になればやれないこともない 天下の篠田福太郎は刑務所の中でも親分であった部下を1人か2人仲間に引き込み凶器を手に入れれば脱獄も容易なことであることは元囚人であった俊介もよく知っているだがね敗戦直後と違ったね共産党のような組織があって地下に潜れるのなら別だが出れば出たものの1ヶ月と逃げられないからな 指紋はちゃんと取られているし左右上下からの写真も撮られているし体のどんな傷も特徴も身分帳に全部記入され看守には結メのまで覚えられそれに警察も立ち会ったしねと囚人たちは苦笑して話し合ったものだったあの感釈のやつのことだ何かまたどえらい反則でもして刑が伸び やけを起こして脱獄したのかもしれないなひやりとしたものが俊介の首の付け根をなでて通っただが最近の新聞にはそんなことは一行も載っていなかった俊介は新聞はよく読む方であるそして元が元だから犯罪記事や刑務所のことは注意して見ていたが篠田のことは一行も目に触れたことはなかった しかから逃げたかもしれないと俊介は思ったが北海道の北の果てでの出来事こんな脱獄の記事なんかは全国版のニュースにするにはバリューがなさすぎた不安のいく日かを過ごしたが返事はやはり来なかったあなたこのごろ随分変わりましたわ夜眠られないせいよ お医者に見せるといいわと初子は言ったしいや痩せたね女の苦労がいと冷やかす友人もいたそれほど俊介は思い悩み憔悴したそんないくか少しばかり安堵しかけたある日また一本の手紙が舞い込んだ 差出人はやはり樫本明治で住所は前橋だが今度は双方分田ではなかった桑田町738竹部文面にはこうあったもう双方分田から出ました前のことがあるので会いたいと思っています少しばかり金が欲しいのですあなたの方さえ黙っていてくれれば 私も何も言わない承知だったらその旨お返事いただきたい不承知の場合はあなたの全身が世間にわかるものと承知やりたい僕も隠れている身やってきて探してもらっては困る返事を待ちます俺の全身を知っているそいつは 執念の鬼、篠田しかない。と俊介は思った篠田らしくない柔らかい文章で書いてあるけれどもそれは立派な脅迫状だったお前の全身を知っているそれは仮出国中ずらかったことに違いない不承知なら世間に知らにせる。と書いてある 俊介には前科ということより人の名前を詐称して結婚したことを知られ仮出国を停止されてまた囚人生活をするのがつらかった僕も隠れている身それはやつも脱獄したからなんだ脱獄したとなれば俺の手紙を見てからに違いないと俊介は思った脱獄するのは何でもないが 警察網の完備で逃げおうせないと誰もが言っていたやがて篠田も捕まるに違いないそうすると俺との関係を篠田は言うに違いない俺の手紙で足がついたと彼は思うだろうそして俺が密告したと考えるに違いない密告は彼らの世界では死を意味する 逮捕された福太郎は何もできないがその子分がただでは置かないだろうお<っ>とその時俊介は思い出して叫んだいけねえ俺は福太郎に手紙を出しているそれは彼の手に渡っているそうすると奴の身分証の受発信の欄に俺の住所と名前が載っているはずだ それは行きつけの小料理屋の名前になっているけれどきっと警察は手を回すに違いない脱獄となると第一番のめどではないか俊介はいてもたってもいられない気がした早く福太郎と連絡してラチを分けねばならないと俊介は考えた意外な顔 お手紙いただきましたご相談に乗りたいと存じますお金が要りますとのこと前の宝石もそのままにしてありますそれは二分する約束のもの日時場所を指定いただければ一緒に行きたいと存じます俊介はこうした手紙を書いた宝石は掘り出して手元にあるとは書かなかった 福太郎の激怒を恐れたからであったこのことは宝石の埋めてある現場かその近くに行ってじっくり話をしようと彼は思ったのである即達にした店に来られることは一番彼には恐ろしいことだった俊介はその返事を待った今度は自分の住所をはっきり書いた4日してその返事は来た 承知してくれてうれしい宝石の件も承知君の指定の場所に出向くあなたの方から日時場所を指定してほしい金も5万程度用意してほしい貸しはお手紙排除15日午後8時宝石のある場所でお待ちしたい止め 君を疑うわけではない宝石の場所の詳細を知らせてほしい菓子はふふ、ふフクタロらしい疑いぶりだと俊介は思った彼はその場所と山の地図を書いてあった速達で送って彼は「しまった!」と独り言した もし早く福太郎が現場へ行ってあそこを掘ったらという心配であっただがすでに矢は弦を離れたのである15日午後8時その山の中に行くよりもう道はなくなった食うか食われるか俊介は拳銃を用意することにした無理を言ったら 自分を助けるため福太郎を殺すより仕方ないと思った15日ままで、まだ1週間ある。彼は作戦を練りに練った拳銃は横浜に行ってグレン隊の手を通じてアメリカ軍隊用のものを8000円で買ったもちろん自分と分かるようなヘマはさすがにしなかった彼も長い囚人生活で そうした手立ては十分に知っていた15日の朝早く俊介はそう家の者や店の者たちに行って出た朝早かったので通い番頭の万蔵はまだ来ていなかった彼はこの世田谷とはずっと離れた王子から来るので相当時間がかかった俊介は妻の初子に 万蔵の仕事の言い付けを言って家を出た宝石の袋をしかと身につける千葉の山の中といっても国鉄私鉄バスを利用して世田谷から4時間の距離でしかない俊介は船橋で降りヘルスセンターで一部屋を取りゆっくり湯に浸ったうっかりすると「これが一生の終わりかもしれない」と思うと 感傷的にならないではいられなかった湯に浸りテレビを眺めビールをあおったがいつものように酔えなかったゴロリと青畳に横になる窓から見る空は青かった雲一つないその空を横切って遊覧のせつなきが一気悠々と過ぎていった俊介の方に うっすらと涙が糸を引いた夕方の4時日はやっと落ちた船橋から国電に乗り津田沼駅で降り私鉄に乗り換えるその間中も俊介は福太郎と一緒になりやしないかとこっそり辺りを注意することを忘れなかった私鉄の駅を降りたのは7時近かった 歩いて30分の距離であるうっかりハイヤーを頼んでは足がつく俊介は降りた人々を注意した1 2三3人のその中に福太郎らしい男の姿はなかった俊介はオーバーの襟を立て目的の山とは反対の成田街道の方へ1 0 0ルばかり行き人通りのないのを見すまして引き返した ずか月らしい細い月が向こうの山の端にかかっていた剣道を横に切れ細道に入った現場はもう目の前だった目印の大きななんじゃもんじゃの木が薄闇の中に枝を空いっぱいに広げている自分の足音だけが傘こそと落ち葉の中にする 大木の下に立ってその辺りをそっと透かしてみる最近掘り返した様子もなかった何の物音もしない駅からは相当離れている人家だって一軒もない耳を澄ますと虫の声とかすかに遠くを行く私鉄の響きがするだけである俊介はそっとオーバーのポケットの中で 拳銃の安全栓を外した。ライターをつけてみると、時計の針は7時50分を示している。ライターの火が消える。おつかくんだね。いきなり闇の中から声がした。あなたは篠田さん。ええ。用意してきたね。 俊介は、5年前に別れた篠田の声とはどっか違っていると思ったが、シャバと刑務所への隔たりがある変わったかもしれないと思った現金ももええ。渡してもらおうじゃないの。俊介は篠田の声とは違っているが、どっかで聞いたことのある声だと思った。 お前さんは本当に篠田さんああそうだよ網走で一緒だった私いますよ宝石と現金を闇の男は寄ってきた篠田さんは無所を脱獄したのおうん僕との関係はこれっきりですね うん篠田さんはどうして僕が根本だって分かったんです宝石は三分の一僕が生活に使ったんですここが売られてゴルフ場になると聞いたもんですからうん俊介は素直な相手の態度にむしろ張り合いが抜けただが おとなしい相手であることに安心した篠田も長い刑務所生活で変わったのかもしれないと思った子分の2人か3人連れてくると思ったのに篠田1人であったことが俊介にはありがたかっただが脅迫者というものはその要求は一度で終わらないものである5万円出すとそれが次には10万円になりついには根こそぎ取るか でないと被害者が自殺するか被害者が相手を殺すかその道しかないものである俊介は金も惜しかっただがそれより彼にしゃべられて平和な生活を根こそぎにされることが何より恐ろしかった食うか食われるか彼は食うことに決めたのである 俊介は左手で金の包みを相手に渡し右手で篠田の頭を狙ってピストルの引き金を引いただだ脱獄者め炎赤い閃光が走りダダーンと闇の空にこだました相手はあっけなくのけぞった俊介の鼻に ツーンと火薬のにおいがした闇と静かさがまた俊介を包んだ身分が分かっちゃいけない「殺したら全部剥ぎ取ることだ」と俊介は船橋の温泉の中で考えていたのであるぶかにかぶった帽子を剥ぎ取って俊介はぎょっとした 薄明かりの月城で見た顔それはなんと店通いの番と万蔵の顔ではないかここれはどうしたことなのだ俊介は朗媒したおおまま満蔵 そんななこととだかもしれないときききってでさ万象はこんなわけのわからないことをつぶやくとそれきりになってしまった闇は静かに俊介の体を包んでいた 最後の手紙万蔵は俊介の全身を知ったのである彼も戦後ちょっとしたことで前橋の刑務所に厄介になった蛇の道は蛇俊介の身を臭いと睨み初今御家に小当たりに当たって俊介に入り込まれた恨みも重なった万蔵は俊介の全身を知って金にしようといたぶったのである それをすねに傷もつ俊介は元の相棒篠田福太郎が脱獄したものと勘違いした万蔵は俊介の手紙で宝石のことを知り息きがけの打診を決め込んだやつをををいい。たたたぶったっててしととんんずらこ。俺を訴えることなんて百に一つもなにもだが愚かな万蔵は 俊介に殺意のあったことをいに入れていなかった俊介との手紙のやり取りを上手に運んで万蔵は俊介が自分を誰かと誤認していることにほくそえんだそして万蔵は向こうから乗ってきた千葉の山の中にうまうまと入り込んでいったのである測って測られたという愚かさであった 3日目に家に帰って俊介は腹の底から大口開いて笑ったものだった彼の恐れは幻想に過ぎなかったのであるだが彼にはどうして篠田と万蔵が入れ替わったのか考えつかなかった万蔵を殺して一つの心配の種を刈り取ったがまだ本物の篠田福太郎が生きているいつ何時現れるか それがいでななこともなかった。だが出てきたら万蔵の二の舞さ俊介は腹の中で笑い続けたその俊介はそれから45日して友人に手紙を出しに行ってポストの前であっけなく死んでしまった医者は心臓まひだと言ったそうかもしれない その手紙には、美しい佐渡国定公園の記念切手が2枚貼られていた <laughs> 切って万蔵の言ったのがこれだったのだ切手の糊の面に万蔵は猛毒を塗りこくっておいたのであった彼は俊介より一枚上手であった 俊介の死体が家に担ぎ込まれた時彼の机の上に一通の手紙がポツンと載っていた彼が前に前橋の篠田福太郎に出した手紙でそれには網走刑務所の付箋がつき「本受け取り人先月20日死亡」よって変装すこの手紙 俊介に長いこと戻らなかったはずである篠田のような有名囚人刑務所に篠田が網走にいることを知っていた看守がいてそれを受け取り人おらずと俊介に返さずに親切に網走へ改装してくれたものだっただがあれから二月余り立っている役所の仕事というものはこうしたものである